俺の恋の炎に比べたら大したことはないぜ。デュエリストとしてみんなの楽しみを壊す人は許せなくて。もうフェニックス探しなんて諦めて僕らもお祭りに行っちゃわない？なら力ずくで奪うだけ。お嬢様を守る覚悟なら俺だって。女の子はあんまり待たせちゃいけないんですよ。スタンが守りたいのは私？それともお嬢様？つくづくぬるい奴らだ。怖いお方だな。決してあなたの思い通りにはなりません。僕の歌で他の人を幸せにできたらって思うんです。私の力が不足かどうか見ていでしょう。セデフィラと来たら素直ではないのである。オーシャンレンジャーは屈したりはしないのだ。嫌いじゃないわ、こういうの。さあ、私たちも加勢するぞ。私が受け継いだのはドゥルガ領団統領の心意気だ。のフィーナちゃんにかかればお茶の子再三よ。私と兄さんはね、ゴブリンを倒し続けることが生きがいなんだ。家族を、一族を守るため最後まで戦い抜く、それが男だ。王の首は俺がこの手で取る。そうして初めて俺たちの人生が始まる。誇り高き帝国兵が聞いて呆れますね。お前のような外道は一発殴らせてもらう。頑張るのです。皆さんに一緒に来てもらっていますし。姉が優秀だとさ、妹は辛いよね。私に姉様のような力があれば。白竜騎士団の団長は俺の親友なんだ。私はこれから王様に直訴しに行くのです。これは我が国で解決すべき問題。旅の者の力を借りるなど。ランセロット、お前は何を信じる？この目で真実を確かめたい。単刀直入、この島に聖少獣はいるのかな。喋りすぎだ、行くぞ。早く行きましょう団長さん。僕もう待てない。助けたりするんじゃなかった。サラは優しい子だ。そんな子にあんなことを言わせたということは、私は間違ったんだな。早速東方の地へ参ろうぞ。バーカ、んなことより自分の心配しなさいよ。俺の溢れる魔力、
骨の髄まで味わうがいい。どうも太刀の悪いドブネズミが入り込んだらしい。私デュエリストなのに。また一本取られましたね先生。回答者のあるはこの中にいる。やはり君はライバルと呼ぶにふさわしいよ名探偵。だったの。お前にじいさんを悪く言われる筋合いはない。裏切り者。貸しだぜ。きっちり取り立てるからな。俺たち家族なんじゃないの。どうしてあなたはロミオなの。お前が泣きそうな時は俺が笑わせてやるよ。俺がいつもついてくると思ったら大間違いだぜ。色良い返事を期待していますよジュリエット。誓いのキスは明日に取っておこう。シロさんのそんな笑顔私見たことなかったわ。我々はもしかするととんでもないものを預かったのかもしれん。ロボミ必殺武装をお見舞いしてやる。適正怪獣殲滅完了しました。兄さんたちの釣ったカツオヌス一緒に食うの楽しみにしとるが。そいや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 。聞こえるだろう男の。僕たちは誇り高きヴァンパイアだ。彼らには届かない。掟を破るトガ人と異端の言葉なら、みんなまとめてバンピンちゃんの眷属にしちゃうぞ。ガー。あなた方の強き心に我ら旧王家指定は応えましょう。あなたはもう十分に苦しんだはず。私は誰よりよく知っているのです。参るぞ。このスカーサハについてくるがよい。私はどうやって罪を償い信頼に応えればよいのだろう。この山で採れる甘津竹を先輩に食べさせてあげたいって思ったら全空征服だ。行くぞてめえら。それじゃ行くぞお前さんたち。今夜の夕飯は甘酢竹尽くしじゃ。ごきげんよう。クソったれの騎士諸君。下郎がひざまずけ。ランちゃんは後ろに下がっててくれ。足手まといになるなよランスロット。この程度の人数で俺に勝てるとでも。みんな俺に力を貸してくれ。やったー。殴れ殴れ蹴り飛ばせ。追い立つの自由のために。俺は平穏と静寂を望む。エムブラスクの剣を勝利への道を切り開け。
さーて、団長、こいつら片付けて船に戻るよ。俺は、俺たちオダズモッキーは真なる自由をつかむのだ。俺様もつかむぜ、本当の自由をな。絶品と呼ばれる北海の珍味を食してみたくはないか。お近づきの印にラーメン食べに行きませんか。俺はジョエル、仲良くしてくれると助かる。団長たちも一緒なら心強いよな、ランちゃん。そうだな、俺たちは水上を進む船に乗るのも初めてだし。おっとっと、必ず無事に帰ってきまちからね。きっちり働いてもらうぜ。ほらほら、仕事だ仕事。使えねえやつは冬の海に叩こうぞ。あのクソジジイ、散々好き勝手やってくれて許せねえぜ。俺たちはとんでもねえところに飛び込んじまったんだな。わかる？そこで出会っちゃったわけよ、俺の運命の人、キャタリナさんに。よかった、ゆぐゆぐキャワタンだよな。ああ、ちょうっせえよおめえら、マジ今フーちゃんと駆け落ちしてっから。もっと強くて、お前をもっと強く拒絶できていれば。私はあんたと分かり合いたい、ちゃんと思いを知りたい。だから教えてよスタン。逆さま逆さま。僕と姉さんは村の人たちを助けるためにオネイロスを追っているんです。スーツ着装完了。シロ出撃する。決着をつけねばなるまい。どんな手を使ってでも決着をつけねばならんのだ。地元では霊剣新たかなお祭りでな、それがしも以前心眼を得得するためスイカ割りにあやかったものだ。昨晩は楽しみで眠れなかったようだな、サラ。スイカ割りですか。スイカって切って食べるんじゃ。待っていろ、怪盗サノアール。私の想定を超えるとは、さすが我が宿命のライバルだ。私はもう迷いません。サ
最後に一つだけ問おう。我らがかつて交わした言葉、その約束を覚えているか。お前が覚えているのならそれで十分だ。信じる、あなたたちを信じるわ。兄上、どうしてこんな真似を。お前は相変わらず甘いな、パーシバル。俺は誰よりも早く飛ぶ、それだけだ。ったく、一丁前な口聞きやがって。この手で奴を撃つと誓ったんだ。たとえそれがかつての親友であろうと。もちろん、よく理解しているとも。親友殿、雷神教アルベールよ。今のルリアならきっとできる。この世界を、皆を守ってほしいんだ。頼むぜ、グランサイファー。お前さんに俺たちの全てをかける。私たちが絶対に守ります。ねえ、ローアイン君たち、今夜みんなで私に付き合ってよ。すみません、変でしたか。超秒で恋愛白書見直すわ。オール付き合う覚悟決まった的な。はいはいはい、それじゃあみんなでせーの。今の状態で厄介ごとに首を突っ込みたくはなかったんだがな。最強だろうとなんだろうと全部まとめてドカーンってするだけだ。ここからがお楽しみの時間だぜ。覚悟はできてんだろうな。キデンラの料理、楽しみに待たせてもらうであります。大人様ランチ。大人向けのお子様ランチということですか。シャルロッテ団長には早く元気になっていただきたいですから。お手柔らかに頼むよ。皆様の愉快で素晴らしいお料理、お待ちしておりますよ。よし、ジェド、一緒にハンターを追い払おう。いいか、人と獣に絆なんかありえねえんだよ。人と獣の絆はありえないか。じゃあ僕と君の関係は何なのさ。勇猛なるジェイドの親友、レンジャーヒーロー、ウェルダーだ。海だよ海。私ずっと楽しみにしててさ。この島でできること全部したかったから。これも鍛錬。とにかく進むぞ。さっさと終わらせて休暇の続きだ。カレンみたいに夢を語れる子は応援してあげたくなっちゃうんだよね。ついてこい。今日はいい見学していってね。な
しょう。何か嫌な予感がしますわね。いや、近畿に類する闇魔法を誰かが使った結果と考えるべきですかの。大丈夫、あの奇襲は想定外だっただけさ。二度も同じ手は食わない。一人の友人として私もあなたを救いたいと思っています。もうグレア、こういう時は謝るんじゃなくてありがとうって言うんだよ。うん、ありがとう。みんな、紫色の大きな水晶をこの島のどこかで見ませんでしたか？魔王様、まあ、よしてもらっていいですか？コンスタンツィア様は何事にも自信がないのです。ほんと困った魔王様なんですよ。資源の大水晶、そして俺の力を認めさせるための軍勢がいる。そもそもこの因縁は俺のものだ。肩をつけてやる。ずっとずっとコウ君は一人で苦しみ続けてたんやな。どうしてそんなに簡単に命をかけられるんですか？許すんはうちやないで。謝る相手もうちやない。分かっとるやろ？もし君たちが本気で騎士を目指すなら、騎士道精神を忘れないことだ。お前たちがこれから得る力は誰かを守るために使ってくれ。いいな？お前は自分にできることをやればいい。僕だってやるときはやるよ。ここでビビって逃げたら何が騎士だ。俺も戦うぜ。朝どっちが早く騎士団長になれるか勝負だ。に緩和家に入れると思うなよ。地獄の実地訓練開始だ。機械に化けたグロウノスは方々の島で目撃されている。その軌道から行き先の目星をつけた。頼っていいぞ。ゼタもバザラガもな。ゼタ、後ろは任せた。オッケー、行くぞ。私に力を貸してほしい。君たちの持つ煩悩を払う力を。十二神将が一人、西北西の守護神バジラ、西の守護神マキラ、西南西の守護神アンチラ、南南西の守護神アニラ、マイル。あらがいなど無意味だ。頑張れ。明けましておめでとう。時代は変わる。貴様が望もうと望むまいと。くそ、冗談じゃねえ。また最悪なんて起こさせるもん。天国の門は僕たちが先行して飛行する。ちょっとは役に立ちたいもの。世界がおしまいになっちまうんだぜ。そんなの生きてるうちにどうやったって拝みたい。あなたは必要とされたいのに、ただ全てを諦めて、悩み事を放り投げてここに閉じこもって、それでいいんですか？今ここで終わらせてやる。
パラダイスロスト。どうして空は青いのか、私は思った。問いは願いなのだと。さあ着想開始だ。弱い人を見捨てろだなんて白くんは絶対言わない。私たちも大事な人を失いたくないのだ。私も君たちのために陰ながら動いていたのだぞ。怪獣蹴散らしてシロの安全守るぜ。デスロー様、私も戦います。俺は己の生存のために戦おう。貴様らを絶滅させてやる。シロ、あなたの声が再び私に戦う力をくれました。ロボミ一人で勝率 60% なら二人合わせれば俺たちの勝ち目は 120% だ。行くぞロボミ、ダブルハイパーメガトンキック。次にあいつに会った時絶対負けたくないんだ。俺のパラダイスへの第一歩だからな。俺も俺の目的のために絶対に譲れん。あんたは俺を楽しませてくれることを願うよ。俺もここへ遊びに来たわけではない。終わらせる。お前に負けたくないという気持ちはお前にも負けない。それだけは譲れないんだ。言葉でごちゃごちゃ言うのはてめえらしくもね。そのご自慢の拳で語ってみせろよ。あなたが秘めた大いなるラーブ、しっかり受け止めたわ。私がこれで諦めたとは大思いにならないでください。このわしもまだ知らぬ強さの領域が存在するとは。あなたにはここで私がヒーローになるためのヒールをしっかりと演じきっていただきます。気にしないで。大変だけどお手伝いは楽しいから。まさか創作活動に携われるなんて。ぴったりなのがありました。ハンサムゴリラ。言えない。変な幻覚が見えるなんて。おお、わあ。とすると最初のセリフは、惑星もちょっと工夫して。そうよね、やっぱり愛は燃え上がるものよね。みんな準備はいい？気力回復、疲労退散、野生爆発よ。私たちはペルフェットという島で開かれる慰問コンサートに出る予定なんです。音楽の力を信じたい。それが私の本音なのね。ほんの少し拍が調律がずれているだけ。僕は芸術の力を信じてるんだ。こういう時だからこそきっと何かの役に立てる、そう信じてる。あの夜の時みたいに大好きな音楽のことたくさん語り合いましょう。Simply journeying to ロゼッタ殿の言うように、人の子の営みを理解するよう努めよう。少々眩しいですね。日焼け止めを忘れぬようにしましょう。
うなぎのかば焼きウェイトやら気に入ったぞ。ほらスカーサハ、頬に米粒がついているぞ。あの子たちにも楽しい思い出作ってあげたいもの。うん、そうだね。明日は自由時間を設けるつもりだ。みんな楽しそう。一緒に食べ歩きをしましょうって約束をしてたんだけど。イングベイ、これから君が愛する男の名だ。シャオラやっぱ紅葉に行かなきゃダメっすね、翼くん。そう、一発だぜ、こら。悪いが、このラッキーは俺様が預かった。そういうわけなんだ。せいぜい仲良くしようぜ。鼻から拳で語り合うべきだろう。お前にバッドエンディングを送ろう。マブに手出すやつは許せねえ。ドタマに来たぜ。ククル姉ちゃんとクムユがダンおじちゃんがお仕事になれるまでお手伝いするですよ。弱ったな。一応やってみるけどよ。私が勝ったら合金工房の責任者としておじさんこそ真面目に職務を全うしてください。ギルドの人たちの信頼に応えるためにもここが踏ん張りどころだよね。全空一の私の舌を満足させられるコース料理を提供できれば閉店を考え直してもいい。ああ、料理なら俺に任せてくれ。お料理はいかがいたしましょうか。この店の経営状況を把握して、この俺が何とかしてみせる。確か左手は猫の手だったな。いらっしゃいませ、ようこそビストロフェードラッヘ。うわー、こんなことがあるのか。クラバラ、シロツメクサの花言葉は知っている？いくつかあるらしいんだけどね、その中の一つが妖刀だ。そうだ、妖刀だ。妖刀はどこに？カラクラキルのアンちゃんを見てるとお母さんのことを思い出すでありんすよ。ああ、そうだったな。封印なぞさせるものか。俺は妖刀なんぞあっちゃならんもんなんだ。だから手放せ、わしがおる。フォッシルやレリックか。興味深い。俺たちは裏で組織というものを調べていた。あいつはお前らを強く信用している。見てやってくれ。アランドゥーズ殿、いやアランドゥーズ、何を企んでいる？俺はこれまで通り少しだけ好きなことをするだけさ。私にも教えなさい。封印武器アルベスの解放、私も戦うから。だからエムブラシク、
このふざけた因果を食らってくれよ。我はしばしの間船を離れる。少し気になることがあってな。ここはどこですか？落ち着け娘。気負うなって言ってんだが大丈夫か？もう少しこの部屋を調べた方がいいんじゃないかしら。抜け穴とかはなさそうだよ。このくぼみすごく落ち着く。ねえセン、抱っこ。皆さんのことは私がしっかり守って無事に返してみせますから。この城を潰すわけにはいかねえんだ。絶対に。俺はこれは自由っていう縄張りをかけた勝負だと思う。トラジロ、あんたとサシで勝負がしたい。天使と人間の連合として改めて堕天使殲滅の火蓋を切る。ルシファーの目的は終末。その計画に沿って堕天使は動いたのね。チェックメイトだ。では良い週末を。世界に週末をもたらそう。約束でも食材でも天使長だからでもない。俺の自分自身の願いだ。実際は俺らに欠けてるものってやっぱあるわけなのよ。そこはやっぱコミュ力っしょ。コミュ力？今日は一日何をしていたのですか？ビーラ様と自分がお話を。たーくん、ビーラちゃんの母性本能を存分にくすぐってこいや。キャラ王艦隊確認。これより目標を殲滅する。私のお姉ちゃんなんだな。大丈夫、ちゃんと見つけてみせるわ。私たち仲良し推しとも4人組なの。落ち着けメデューサ。得体の知れない相手に無策で飛び込むな。飛ばすぞ、振り落とされるなよ。俺はね、全部を一つにしたいんだ。私はお姉ちゃんたちとちゃんと向かい合って言うわ。大好きよって。ご注文はお決まりですか？そのアヒージョとやらを作ってくれ。手紙何書こうかな。ファスティバだったら何書く？このようなありさまでは一体いつになったら殿方と恋に落ちるに足る身になれるのか。私とカインは本当の家族じゃないから。
うん、夜の闇は怖くない。怖いのは一人ぼっち。姉さんは先回りして不安に押しつぶされちゃうところがあって。さあ、あなたのモヤモヤ私にぶつけていらっしゃい。私必ず全て受け止める。受け止めてみせるわ。その日、宮里は歴史上で一番の混雑になるだろうよ。話聞かせてもらったわ。これくらい余裕余裕。今まで味わった逆境に比べればな。現場で体験できるのは俺にとっても都合がいい。疲れて倒れてしまえば頑張ることだってできないのよ。キュータはお客さんにも大将にも父ちゃんにもヤスさんにもみんなに笑ってほしいんだっぱ。へい、らっしゃい。鐘が鳴り、腕が踊るる恋バナがターロの地にて盛んとぞ思う。こんな熱い気持ちを読まれたとあっちゃ黙ってるわけにはいかねえよな。私の恋情を邪魔する者は全員お仕置きよ。だって嘘はつきたくないよ。アリーザを好きって気持ちに。様々な出会いや別れがそなたを変えたんだな。そうでしょうか。自分ではあまり実感が湧きませんが、俺は騎士団を辞めてクリームヒルトとブルグント地方で暮らす。それでね、あなたに子供の名付け親になってもらおうって二人で盛り上がってたの。愛する祖国、大切な仲間を全て滅ぼしてもらう。頼む、お前たち俺に力を貸してくれ。ところで、まだそなたの名を聞いていなかったな。俺か。俺の名はに任しとき。もう一人の僕、
葉を絶対に助けてみせます。誰からも愛されず、物としてしか扱われなかった空っぽの俺の気持ちが分かってたまるか！僕があなたを許します。誰が何と言おうと絶対に許します。だからよう、一緒に行きましょう。行くぜブルーオービット。お手柔らかにね。よってらっしゃい、見てらっしゃい。でかいだけではございませんよっと。ドロシーがお掃除しちゃいますね。さて、やっちゃうよ。お祭りはお前の頭の中だけにしておけ。全員蹴散らす。それだけだ。私たちだってもうルーキーとは呼ばせないぞって気持ちです。レーサーでもない人には負けるわけにいかない。いくら集まろうが所詮は算した。一瞬で片付けてあげましょう。欲しいもんは必ず手に入れるんじゃ。どないな手を使ってもな。リカラちゃん、始めよう。さあ、叩いて叩いて叩きまくれ。お役目やるぞ。煩悩大佐。実はね、セントラルアクシスから通達があったんだ。なんと君と一緒に月に帰れってさ。帰らない。猶予はあと50年ある。嘘だろ。全てはこの空の世界のため、そして空の民たちのため。そのために私たちは世界の敵となる道を選んだのだから。行こうさ。中央管理室、槍の所在を。そう、もう本人の意識もほとんど残っていないはずだ。終わらせてやってくれ。暗く赤く燃え上げるアフターマスター。私は私の力を示す。シリウスの損得も考えず手を差し伸べてくれた人が空にいた。だから僕がここにいるんだ。自分の罪を償うこともせず、救われることで生きながらえ、また新しく罪を重ねる。今まで世話になったな。感謝している。涅槃、ここ素敵。美味しい、温かい、優しい。一生暮らす。無限、俺はお前が大嫌いだ。私は見守っているわ、あなた方のこと。いつでも、いつまでも。あの男が団長の父親。オラたち結構仲良くやれたと思うぜ。だろ？だから
シーさんも一緒にお父さんに会いに行かなくちゃ。あなたの命を救った団長さんのお父さんに恥じない選択をしてください。君ならば彼の気持ちがわかるかもしれない。ほらほらこっちだ、着替えてこい。シスはまだ本調子じゃない。すでにある結末を変えることは人の身にてかなわぬ死に。その後に残るものがあると信じてもいいの？勝手にいなくなられたら悲しいし怒るよ。あなた、周りに構うと本当動きが鈍りますよね。シスの本当にしたいこと教えてよ。なんかないの？十天衆のシスではなく、お前はお前として決着をつけに行くんだろ？死にたかった、死にたかったのに死ねず生き延びてしまったのはお前がいたから。お前のせいで、お前のおかげで、俺はねえ、お前に詫びる言葉もない。だが俺は生きていたいんだ。ねえ、シュツルモ殿、どうして話してくれたの？別に、最初から隠していたつもりもない。シュツルモ殿はさ、どうして僕と組んでくれる気になったの？自由は、つながりを断ち切って掴むものじゃない。身軽になれば、好きなように生きられるわけでもない。腕は立つのに不器用な奴が多いよね。お前を筆頭にさ。何も問題はない。私は別に何かを失うわけじゃないからな。シスルム殿はかっこいいな。僕がどれだけかっこつけても全然かなわないんだから。この策すらも破られたその時は、私がこの命に代えてもあなたたちを戦場から離脱させると誓います。私はエルデニに仕える軍師、勝つための最善を選択します。絶対に勝ちましょう、シュラ。私たちの未来のために。善も悪もない戦場において戦う理由など己の感情と信念が全てです。今日ここで俺はお前を撃つ。それこそ待ち焦がれた弔いとなるのだ。私は何があってもあなたのおそばに。どうかそれだけは忘れないで。もうすぐ俺たちの望みが叶う。この戦が終わるまでの辛抱だ。人馬一体、将軍こそ貴様らを葬る者の名だ。大人だ。三脚三兄弟に必要ない。そんなものを望むベンジャミンも。お前が重んじるべきはドッスイスか残虐三兄弟か。ったくとんでもねえところに来ちまったもんだぜ。まったくだな。
で見せろ。俺の心を動かしたお前のパトスを。想像もしないところで素敵なことに出会えて、旅に出てよかった。最高の天気だ。リグの空気も天気も俺にそぐわないなら作ればいい。このアウギュステファス伝説を、いや神話を残そうじゃないか。どのような料理が出てくるのか待ち遠しいでありますね。すみません係の方、熱いお茶をいただいても。あ、私もおかわりお願いします。私が一番食べる、評判届ける。ラストスパートだ。一気に決めてやら。わしが欲しいんはチャンピオンの称号だけじゃ。もはや限界などありもうさん、必ず勝つでゴンス。私メグ、どこにでもいる普通の女の子。我はアニラと申す。そなたは一人かな。観念してもらおう。サイヤこっちも手加減なしだ。やるぞみんな。危ないからそこを動かないでくれ。白馬の王子様は待つものじゃない、なるものなんだよ。私は自分がそれになるって決めたの。魔物め、バカンスの邪魔をするなら一つ残さず抹殺してやる。